さあこんにちは。さあというわけで今回は前回の告知通りまあ、ね、トレードまだあるかということで、まあ、中日は、はい、まあ、岡林の内に戻すとかいろんな構想をね、はい、まあ、勝手に描いたんだけども、うん、まあ、木下がキャッチャーね、はい、一回こうシーズン中落とされたよね。そうなんですよね、はい、でやっぱりまだそのリードの面では勉強不足なのかなっていうことを考えると、はい、キャッチャー欲しがってるのかなっていう。そうですね、その時石橋捕手が上がってきたんですけど、今ちょっと石橋捕手が怪我ということで、うん、まあ治るだろうけどね、はい、ただやっぱりこうある程度ゲームに出てて、うん、まあ、実績のある、うん、すぐでも使えそうなキャッチャーっていうのは欲しいよね。見たいですね、やっぱり見たい。だからキャッチャーはね、はい、割と難しいポジションだけど、はい、各球団、うん、やっぱそういうことで結構取ってんだよね。そうですね、その中でなんかこう力関係がもう歴然としてきてるというか、はい、まあ、そういうところで、まあ、出せるところはあるんじゃないかっていうね。おとなるとその出せるチームってどこですか、キャッチャーは。まあ日本ハムとか。ハム、まあ、ヤクルトもそうだよ。ヤクルトで広島もそうだし、はい、で、まあ、ソフトバンクも出してもいいよっていう子はいるかもからね。ソフトバンクもあの峰井選手取ったからな。取りましたもんね。だから甲斐、はい、峰井、はい、まあ、海野っていうような形、はい、で渡辺っていうのがいるよね、はい、これもバッティングが素晴らしい、うん、だからここをコンバートするんじゃないかなっていうような、あ、バッティングを生かすためにとかね、はい、だけど結構いるよね。そうですよね、うん、ということは中日がキャッチャー欲しいから、うん、その見返りにはある程度実績のある、はい、まあ、やっぱピッチャーだろうな。今度はもう野手は出せないよ。もういないですよ。もう出せない、もう出せない。でもまたピッチャーを、じゃあそこは取っ、だからピッチャー2人補強したっていうのはピッチャーを出す準備があるから、ああ、だからピッチャーを取ったんじゃないかなっていうような気もするんだよ。だからあるとしたら、はい、俺はなんか福谷とか、お、福谷投手とかだったら、はい、あの実績とかね、はい、考えると、うん、なんか他のキャッチャーと変えてもいいのかなっていうような、そんな気はするんだよね。ということはじゃあ中日は福谷、例えば仮に投手を出しますよとなった場合、はい、どこのチームがじゃあうちのキャッチャーと交換しますよってなりますか。まあ、例えば日本ハムだったら、はい、清水、はい、だから伏見を取ったでしょ、はい、宇佐美がいるでしょ、はい、あの結婚した、はい、とだから溢れてくるんだよね。で今年の使われ方すると、うん、まあそんなに将来的に使われるかなというと、はい、まあ、そうでもないんで、はい、でピッチャー1枚でも日本ハム欲しいっていうことを考えると、うん、はい、俺だったら仕掛けるよね。わあ、ハムと清水選手の、でヤクルトも中継ぎ陣をやっぱりちょっと補強しておきたいんだよね、はい、で、まあ、福谷なんていうのは先発もできるし、うん、中継ぎもできると思うんで経験もあるしね、はい、まあ、そうなってくると、うん、まあ、内山古賀っていうのは、まあ、中村が抜けた後の、うん、まあ、ライバル同士だよね、はい、だからなかなか出せないということを考えると松本捕手、はい、うん、と福谷とかね、あの中日がいいって言えば、はい、で DeNA からするとキャッチャー出しにくいんだよ。そうですね、峰選手がいいで、戸柱でしょ、はい、で伊藤光、はい、で松尾っていうのが入ってる、はい、だこの英才教育をして使っていくっていう風になってくるんだったら、はい、山本っていうのがいるんだよ、はい、一時期実績を積んだ、はい、だそういうキャッチャーでよければどうぞみたいな。あ、これ山本捕手と福谷投手だと1対1で釣り合う。いやだから釣り合う釣り合わないんじゃなくて、うん、チームに必要か必要じゃないのかでものって考えた方がいいから。なるほど、実績を考えたらそんなね、なかなかこう実現性は低いよ。そうかそうか、うん、あと他に、あとは中村翔成、広島の中日に、はい、中日にね、うん、だからここら辺、まあ、そこ悪いけど、はい、悪いっていう報道になってるけどね、なってるけど、はい、でもまあキャッチャーとしてね、うん、しっかり育てがいのある捕手かなっていうような感じがするので、ね、はい、で広島は一方でじゃあ福谷投手いるとか、やっぱり中継ぎっていうところがちょっと不安定なんで、うん、まあ、そこら辺では折り合いが合うかもね。そうですね、うん、おお、じゃあもしかすると中日もう一回こう捕手を取りたいから今シーズンまだあるんじゃないかな、うん、
まあそうだね、まあ、もう中日ファンは今大変で、1週間に2回ツイッターのトレンドで中日大丈夫っていうのが乗っかってきて、まあねそれはまあ今年最下位なわけだからさ、はい、まあ、大丈夫も何も、はい、もう上しかないわけだから、まあ、そうですね、それを目指していろいろチームの変革とかね、編成を今一生懸命してる段階だろうから、はい、これはやっぱりやってみなきゃわからないしね、うん、だから、まあ、そんな悲観的になる必要もないし、まだまだわからないよこれはね。うん、だから、まあ、そういうトレードもありそうな感じはするけどね、俺はね。あと先ほど豊さんがその、まあ、岡林選手が、はい、とにかく今内野の練習をしていった、はいはい、もうそれも記事にもなってるんですけど、となると外野手取らなくてそこは大丈夫なんですかね。外野手はブライトだとか鵜飼だとか、そういう人間、また外国人っていうのも、はい、まあ、立浪監督がわざわざ飛んでね、いろいろ見てきてるわけだから、はい、まあ、そこら辺は外野を補強するというよりももう育てるしかないというか、まあ、現状で今センターの、まあ、大島選手が確立されてるだけで、まあ、でも大島ももう年齢的にはね、はい、振るっていうのは大丈夫かなっていうちょっと心配になる年齢だから ね、だから言えば3人、うん、しっかりしたのをこう揃えとかないと、はい、ちょっと不安なことはあるけどね。そうですよね、うん、で鵜飼選手もね、まだまだこれからっていうところの、まあこれからもこれから、ね、これからこれからだよ。そうですよね、いや本当ね、まあブライトもそうだしね、はい、うん、で、うん、あと他にずっと言われてたのが阪神、まあ糸原な、そうなんですよ、うん、はい、だから阪神がどこいるかなって、ピッチャーそんなにはいらないと思うんだよね、うん、はい、で糸原出す代わりにじゃあ何が欲しいかっていうと、あ、何かね、キャッチャーはいてくれたら助かるっていうことじゃない。今梅野選手、坂本選手、そうそう、まあ大体この2人だよね、はい、だから、まあ、そう考えると今挙げてったキャッチャーは可能性はなくはないよね。そうですよね、まあ、広島の中村翔成選手、ハムの清水選手、うん、DeNA の山本選手、ヤクルト松本選手、この辺り阪神も、そうそうそう、まあ、狙ってもいいよね、はい、でも板原クラスだったら、はい、いや古賀じゃないと買えないとか、あ、向こうもそうか、その相手も、うん、まあ、清水だったら、清水は一時期レギュラーキャッチャーだったからね、うん、はい、清水だったらいいよとか、うん、中村翔成、うん、いやいや、キャッチャーとしての実績がないじゃないみたいな、でも将来性を買う可能性もあるし、はい、だからこの辺もちょっと面白いかなと思うけどね。やはりこの阪神、糸原選手を欲しいチーム事情はいるよ。はどこですか。でもソフトバンクだよね。あ、ソフトバンク、ソフトバンクはやっぱこう、はい、なんていうの、今宮もフルはちょっと無理なんだよね、はい、でマッチが抜けてサードのポジションが今のところ不安定、はい、でセカンドは三森がいるけども、うん、まあ、糸原っていうのは速いボールに強いしね、はい、だからまあサードをやらしといてみたいなところはあるよね、うん、いや、そしたらキャッチャーと変えようかみたいな、ミネ取ってるしね。そうですよね、うん、だからキャッチャーの中で、まあ、阪神が指名する選手を、ああ、それだったらいいよっていうふうになる可能性もあるよね。そうですよね、うん、可能性的には、うん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 、でもね、キャッチャーってね、意外と出しにくいんだよ。今年 FA でキャッチャー動いてるけど、はい、ね、もうオリックスのデータは日本ハムに、うん、ね、西武のデータはオリックスに、はい、もう全部移行するような形なんだよ、うん、で攻められ方、攻め方、そういうノウハウも持ってキャッチャーって出ていくからさ、はい、厄介だと思うよ、キャッチャー出すのは。本当はそうですよ、ね、だから言えばそのなんていうの、そのセ・リーグ、パ・リーグでまたいだ方が、うん、まあ、ミネみたいにね、はい、またいで取られた方がいいよね。まあ、そうですよね、うん、同じリーグ同士だとやっぱりデータがね、うん、全部頭に入ってるから、キャッチャーは守りも攻めもね、はい、だからそういう面では厄介だよな。そうですよね、うん、あとずっと言われてたのは DeNA の細川選手。あ、細川はね、うん、俺やっぱ体つきも変わったし、はい、あれだけの日本人離れしたパワー、うん、これを安定的に使ってやると、うん、これは可能性なんだけどさ、はい、絶対とは言えないんだけども、うん、可能性としたらすごく秘めてる選手なのかなっていうふうに思うから、はい、まあ、どっか出してやった方がいいんじゃないのかなっていうね、うん、その方が活躍できる場が増えるってことですね。まあそうだね、うん、だからそういった意味では、うん、福谷と変えてもいいよね、まだ中日と、ま、いやいや、もう友好関係結べばいいね。もうこうなったそうね、こうなったらそうだ、国交のね、いやいや、本当本当確かに、うん、いやでも今年はFA もそうですけど、トレードがちょっと活発に
いつもより行われる年だなって。いいね。いいですよね。いや、やっぱりね、こう新しい地っていうのは、やっぱ化学反応を起こす時がある。うん、まあ、例えばそのライバルが増えて、もともといた選手に尻に火がつき、やるようになったとか、やっぱそういうことってすごく大事だと思うしね、うん、で強いからこの現状のままっていうと、現状維持しかないわけよね、はい、でみんなはこう強くなろうとして、いろいろこう工夫をしてきてるわけじゃない、でそこにやっぱ新しい地を入れて、また一段階こう上らすっていうのは、これ刺激だよね、うん、だからそういう意味でいいと思うよ。でやらない選手はすぐ出されるとかさ、はい、そのドラフトで入った球団っていうのは愛着あるし、やっぱ出たくないっていうのが最初のうちは本音なんだよね、はい、でもまあ扱われ方とかいろんなことあって出たいっていうふうに思うことはあっても、うん、でもそこで活躍してて1年ダメで出されるっていう緊張感っていうのはすごく大事なことだと思うしね、はい、そうですね、うん、だから悪いことではないよ、うんうん、で双方を求められてるわけだから、ドラフトっていうのは、はい、うん、だからそういう意味ではやる気を持ってね、はい、あの活躍してほしいとは思うけど ね、 そうですね、はい、あとヤクルトの西浦選手、西浦、はい、これどうですか、もう完全にね長岡選手が、まあ、そうだね、ここまで動かないっていうことは、うん、現役ドラフトにもあるのかなとか、あ、いろいろまあ想像するよね、そうですよね、うん、だから西浦もまだ内野とかでも、はい、まあ、十分使えるね、うん、道はある、そうですよね、うん、だからまあ移動した方がいいなっていう選手はたくさんいるよね、うん、その方がね、うん、活躍できる選手、まあそうだね、はい、あのね、今年のシーズンオフは速報のおじさんが大活躍、速報のおじさん大変なのよ、もうみんな期待されちゃってさ、また期待しておいてください、また出てきますね、はいはい